畜産。畜産は、動物の内家畜、家菌を繁殖、飼育、または、飼育し、乳製品、肉、卵、比較など畜産物を得て、生活に役立てる産業である。飼育する動物が、水生生物である場合は、養殖と呼ぶことが、一般的である。畜産を営む農家は特に、畜産農家、または、畜産家と呼ばれる。放牧により、 畜産をする場合、牧畜とも言う。父を得ることを目的とする場合は、落農という。畜産業を営む、業としない場合でも、同一地域に一定数以上の家畜を飼育する、際には該当するためには、家政上等に関する法律に基づく、保健所、都道府県の許可が必要になる。畜産は、食料確保の手段である一方で、 環境問題や倫理問題等の問題があるという指摘がなされており、畜産に反対する運動や主張もなされている。畜産はもともと農業の一部として行われていたが、近年流通業の食肉加工業者が幅広く契約農家を育成してきたことから単独で畜産業を営む場合が増えている。食肉加工業者は将来の出荷量を見越して契約農家に対し、 飼料を提供し飼育させている。契約農家では、自らの投資を抑えた上で、経営の拡大を進めることができ、安定した出荷先を確保することができる。契約農家以外でも、近年の消費量の拡大により、市場が発達したため、大規模化、集約化を進めることにより、畜産業専業の経営を行えるようになった。なお、既存の田畑は、 飼料作物の生産に当てている場合が多い。また畜産業でも分業が進んでおり、繁殖用のメス畜に良質な子畜を生ませて出荷する畜産農家、小鳥農家、前期の農家から子畜を買い入れて、食用として飼育してから出荷する畜産農家、繁殖から飼育までを一貫して行う畜産農家などに分かれて、専業としている場合もある。 養鶏や養豚といった中小家畜産は近年急速な企業化が進み企業化した農業法人が事業として行うケースが急増しているワールドワッチインスティチュートによると先進国の食肉消費量の大幅な削減は公衆衛生を改善し健康管理の負担を緩和し放牧地や国倉地帯の負担を減らし農業資源の再生を促すまた土地と 水資源をより効率的に利用すると同時に、世界の飢えた人々に安い価格で穀物を供給できるとしている。畜産には次のような問題があると言われている。菜食主義者に比べ肉食者は死亡リスクが10%程度上昇し、胃がんの発生率は3倍程度に、膀胱がんの発生率は2倍程度に、リンパ管。 増血組織の癌の発生率は1.8倍程度に、卵巣癌の発生率は4割程度上昇するという報告がある。アメリカ合衆国農務省、USDA は2010年版の食生活指針の中で、菜食者は、は癌と心臓病のリスクが低く、また血圧や肥満度指数、BMI が低いと結論付けている。また、 骨粗鬆症のリスクが高くなることにも言及している。この指針は世界各国の研究に基づいており、科学的根拠の強弱の概念を採用している。ただ、他の要因を除いた全死亡リスクは変わらないという大規模調査結果もある。畜産は淡水使用の20%から33%を占め、肥沃な土地の3分の1を使用し、 食用作物の収穫量のうち36%が畜産の飼料にされたという報告がある。1970年代、フランシスムアラッペは、畜産はタンパク質を得る目的としては効率が悪いと述べた。植物から畜産物へのタンパク質変換効率は、鶏肉が40%、豚肉が10%、牛肉が5%というデータがある。 穀物や牧草を家畜飼料にして得られる食肉より同じ土地面積に人間が直接食べる農作物を作付けする方がより多くの人の食料を生産できる。食用作物をすべて人間が直接食べることで人口不要力が世界平均ヘクタールあたり6人、バイオ燃料等素の多少費を飼料の4分の1含むから10.1人に上昇するという試算がある。 飼料生産のために消費される、化石燃料、温室効果ガス放出の原因となるや、水資源、仮想水を参照も節約できる。コーネル大学のデビット・ピーメンテル教授は、豆腐タンパク質1カロリーを生産するのに、化石燃料は2カロリーしか必要としないが、牛肉タンパク質1カロリーを生産するのには、化石燃料が40カロリー以上だとしている。ウォーターエデュケーションファンーションは、 カリフォルニア州では1ポンドの牛肉を生産するのに2464ガロンの水が必要としているが、1ポンドの小麦を生産するために必要な水はわずか25ガロンである。しかし、家畜飼料等は人間の食用種とは品種が異なるため、食用農作物を育てることが難しい土地でも資料用農作物を作付けすることができる場合がある。 牛や羊、ヤギなどの半数家畜は温室効果ガスであるメタンガスの主要な発生源の一つとされている。家畜から排出されるメタンガス抑制法については様々な研究が行われているが、決定的な解決法はまだ見つかっていない。畜産は温室効果ガスを運輸部門よりも多く排出し、その量は全体の18%に上る。 アマゾンでは伐採された森林の7割が畜産の放牧によるもので、牧草地になった面積は45万平方キロメートルという、牛肉が主な輸出品となっている中米のニカラグアでは、2011年から2016年の5年間に540平方キロメートルの森林が草地に変わり、牛の放牧が広く見られる。肉類の消費量増加の意味は、 飼料用の穀物消費量が増える、国際市場における穀物の価格が上昇貧し、い、人々が必要とする穀物を買えなくなることである。現在10分に栄養の取れない飢餓人口は約8億人いる2014年、1997年から2003年の世界の食用作物41品目の収穫物のうち36%は家畜飼料とされた。 しかし、地域的な貧困や食料分配の不公平も解決しなければ、再食社会でも飢餓は発生しうる。このため、フランシスム・アラッペは、後に、食料第一食料危機神話の虚構性をつくの、運動を起こした。食肉処理業務に対する差別や偏見があり、食肉市場に誹謗、中傷する手紙やハガキが送られることがある。 現代倫理学では、工場畜産は否定されている。動物倫理学は、動物と人間の関係を扱うもので、動物解放論は、その主要な立場であり、代表的な論者として、功理主義の P シンガーと、権利論の T レーガンが挙げられる。いずれも、工場畜産を否定しているが、T レーガンは、殺すこと自体を否定している。法学者で動物の権利を主張するフランシオンは、 一般に不必要な動物への危害は避けるべきだとされているが、肉食も不必要な危害の禁止に反し、やめるべきだと指摘する。畜産業の発達と公外の都市化が進んだことにより、畜産農家が排出する大量の糞尿、周期及びハエなどの害虫が住宅街に影響を与える場合が増えている。その土地で長年畜産業を営んできているにもかかわらず、 後から移り住んだものが農家に対して苦情を申し出ている場合が多いが、糞尿の消臭、処理対策に限界があり、後継者不足も伴って廃業を余儀なくされるなど、根本的な解決手段は見つかっていない。畜産動物の糞尿の不適正処理で、クリプトスポリジウムや硝酸性窒素等による河川や地下水等が汚染される。次の行為等は、畜産動物に対し、 苦痛等を与え問題だとされている。虚勢鼻管、慈表段格、助格、子牛と母牛の引き離し、段を、腹あると蓄、断を、歯の切断、妊娠ストール、虚勢バタリ刑事、屠殺場での夜間放置、ウィンドレス傾斜シャックリング、過密飼育、しの切断、放血不良、フォアグラ。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。